はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。で、早速ね、今日の戦果なんだけど、今日はね、いい買い物した。というのも、こちら、ドン。惑わせる女たちです。これはね、ツイッターのね、フォロワーさんが紹介されてて、もう、絶対買わなきゃと思って、で、今日本屋さん行って見つけてきた。まあ、ね、春田コミックス書いてる方たちの、まあ、オムニバスのお話。オムニバスのお話？うん。まあ、いろんな作家さんがね、うん、短編を書かれてるっていうやつで、すごいね、見えるかな？ここをね、書かれてる先生方の名前がずらーって書いてあるんだけど、すごい豪華。もうやばい。うん。ほんと楽しみでしかない。で、しかもね、この、笠井水先生も、今回これ書かれてるんですよ。体調良くなったのかな、水先生。であれば、ジゼル・アランを早く復活してほしい。うん。多分、待ってる人いっぱいいると思う。はい。これと、で、こっちもね、いい買い物した。そんなんばっかりだね、昨日から。欅の漫画棚です。これはね、私が好きな作品で、欅姉妹の四季っていう、まあ、今日おすすめ、紹介しようかなと思ってるんですけど、で、同じ先生で、欅ってあるから、その作品の、まあ、続編というか、うん、なんだろう。なんて言うんだっけ。アザーサイドじゃない。まあ、サブ的なお話かなと思ったら、全然違った。うん。けど、まあ短編集、いろんなお話が入ってる。で、すごい楽しみ。うん。はい、というわけで、今日の戦果は以上で、今日はこれを紹介します。ドドン。今言ったね、欅姉妹の四季です。これは、まあどんなお話かっていうと、このね、ショートの黒髪の人が、むつみ姉ちゃん、長女です。で、こっちの黒髪ロングの子が、あけみちゃんで次女で、この木に登ってるね活発そうな女の子が泉ちゃんで三女で、この子がひとみちゃんかで四女の姉妹のお話です。このね、むつみ姉ちゃんがもう家事がね、ほんとってか料理がすごい上手で、この家族のね大黒柱になってます。というのも、幼くしてね、この姉妹は両親亡くしちゃって、で、この4姉妹で一緒に住んでます。うん。で、このあけみちゃんは、まあすごいね、スタイル抜群で、で、読書が大好きっていう、そんな女の子。で、泉ちゃんはもう木登ってるのを見ていただくとわかるように、まあかなり活発でね、スポーティーな女の子。で、このね、4女のひとみちゃんは、すごい女の子してて、編み物とかがね、すごい得意。まあそんな姉妹のお話です。で、基本的には1話完結の短編集になってて、このね、姉妹の絆であったりだとか、あとそれぞれのね、青春っていうのを描いた、そんな作品になってます。で、これがね、1巻あって、で、これが2巻。で、これが3巻。で、これが4巻。で、これでもう完結しております。でね、ごめんなさいね。喉の調子が。このね、欅姉妹の四季ってあるように、で、全4巻で完結してるってのもあってね、一冊一冊に四季を持たせて、で、その四季をね、この欅姉妹と共に、まあ、見ていくっていう、そんなコンセプトが最初あったらしいんです。けど、正直その話は、もうなかったことになってます。うん。なので、この四季っていうのはね、表紙ではね、2巻がこれちょっと夏っぽかったりだとか、で、3巻。がこれもみじ狩りしてるね秋っぽかったりって、表紙では
あの季節感出してるんですけど、中の話はね、正直あのそんな話は聞いてないよ、何のことっていう風にはなっちゃってる残念ながら。ただでも、ただでも、うん、ただこのね姉妹の絆であったりだとかで、それぞれこのね、まあ、ちょっと話しちゃうんですけど、次女のね明美ちゃんがまあ独り立ちするっていうので、この4人で住んでるお家から出ちゃうとか、あとねこのひとみちゃんにね彼氏ができたりだとかで、それぞれがしっかりキャラクター持ってて、でそれぞれの、まあ、青春っていうのも同時に描かれてる、そんな素敵なお話で、基本的には本当もうこの4姉妹がね主役なんで、この4姉妹を中心とした、まあ日常の物語ですね。うん、でこれがね例のやつですよ。ででん、例のやつっていうか、まあいつものやつね。うん、ハルタコミックスです。という、わーお、ミクちゃん、ちょっとごめんなさい。これはちょっと予期してなかった。ね、いやでもね、あのちょいちょい帰ってきたらね落ちてたんだよ。でその都度ね、あの本棚に穴開けるわけにもいかないんで、テープでねちょっとミクちゃん貼ってたんだけど限界だったらしいね。びっくりした今ごめんなさい。うん、そう、何話してたっけ。そう、あ、ハルタコミックスなんで、すごいね女性この姉妹がね美しくでたくましく、うん、描かれてる、そんなお話。びっくりしたね、ちょっと後で直しときます。はい、というわけで今日のまとめ、まずね姉妹の絆と青春を描いた作品とか来ました。もうこれさっきから、うん、言ってますように、本当もう両親を幼くして亡くしちゃってるんで、もうこの4姉妹だけで一生懸命生きてるわけですよ。このね、まあ、むつみ姉ちゃんが大黒柱になって家族を支えてるんですけど、うん、そんな絆のお話だったりで、それぞれがねやっぱりもうちゃんと個性持ってて、それぞれの世界を持ってて、それぞれに青春して自分のちゃんと世界を持ってるっていう、そんな素敵なお話で、お次これ、うん、ハルタコミックス、うん、これに尽きる。もう本当とね、なんだろうね、ハルタコミックス今日買ってきたね、この欅の漫画棚だったりで、この惑わせる女たちもこれ見えるかな、ハルタコミックスです。まあ本当ハルタコミックスはね、女性が美しい、本当に素敵、うん、私は大好きです。はい、ああそうそう、で試し読みなんですけど、いろいろ調べたんですけど、まあこの1巻の第1話はまるっと読めるところを見つけたんで、まあそれをねまたあの概要欄に貼っておくので、ちょっと読んでみたいなって思っていただけた方、よろしければね試し読みして、まあ1話だけですけど、まあみんなのね個性がその1話で、ああこういうタイプの子なんだなっていうのがもうわかるし、でこの4姉妹がねすごいもう賑やかで楽しい姉妹なんだっていうね空気感っていうのは感じ取ってもらえると思うので、ぜひね試し読みしてください。うん、してくださいしてみてください。はい、というわけでね今日のおすすめ漫画紹介終わります。でね、うん、そう、ミクちゃん、ミクちゃんどうしような、結構落ちるんだよねテープね、なんだろう、でもミクちゃんない方が画面的にはさっぱりするかな。本棚も見やすいしね、外そうか、うん、ちょっとこれを機にね外してみます。でこの T シャツとかもちょっと避けるね。で本棚があのパッと分かるようにしてみます。でよろしければね、あのそれね、どっちがいいよっていうのをコメントいただけたらすごい嬉しい。うん、なのでね本棚見たいっていう方とかね、いや、 やっぱり何かしら賑やかしがあった方が見てて楽しいよっていう方、うん、よろしければあのコメント
ね、いただけると本当助かります。よろしくお願いします。でついでにポチッとな。押していただけるととても励みになるのでよろしくお願いします。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。